流山電気鉄道区箱5 0系電車は、流山電気鉄道及び後の流山電鉄、総武流山電鉄が1955年から1975年にかけて導入した電車である。本校では1963年及び1975年に導入され、導入経緯から本形式の一部が同系車両となっている、制御電動車の模波線系電車についても記述する。 本形式は区ハ51から53.55の4両が在籍したが、4両とも導入経緯、形態が異なり、前面が3枚窓で側面に、片側3扉の、片開き客用扉を持つこと程度しか、共通点はない。モハ1000型は模波線1.1002の2両が在籍し、導入経緯から模波線1枠ハ52、模波線2枠ハ55と同型である。 このため、モハ線型についても本形式の同型車両の記述に、併記する。譲り受け後の経緯については、流鉄流れ山線電化後の車両も参照。1955年に、日本国有鉄道から区ハ5600系区ハ5601を譲り受けしたもの、主にモハ105と編成を組んでいた。1970年に旧車となり、1970年代後半には、 廃車となった。区二521963年に、西武鉄道から区百1 2 1系1二百2 1 3 1 2 1 2を譲り受けしたもの。区千1212については譲り受けに際して、再び電送品を搭載し、制御電動車の模波11となっ派区十52は、同年3月30日付、模波11は、同年12月27日付の譲り受け。 導入後は、この2両で編成を組んでいたが、モハ1001は1981年6月8日付で、クハ53.55と共に廃車となった。残存したクハ52は、同時に編成相手が廃車となったモハ1002と編成を組んだ後、1988年1月8日付でモハ1002と共に廃車となった。 流山電鉄時代の1969年8月7日付で、富士急行から、路波901を譲り受けしたもの。主にモハ1101と編成を組んでいたが、1981年6月8日付で、モハ11区波55と共に廃車となった。区波55老朽化が著しいモハ100系の代替を目的として、 総武流山電鉄時代の1975年8月1日付で、東能鉄道から区波211も波111を譲り受け、区波55も波100 2として導入した。導入に際しては制御装置を、間接非自動制御機から、国鉄正式の電空カム軸式間接自動制御機、CS5 へ換装し、その他側窓のアルミサッシか、全面窓並びに、 トブクロマドのエッジゴム固定化、全小灯のシールドビームに等か、後部標識灯の埋め込み型化等が施行されている。導入後は、東農鉄道在籍当時と、同じ区両車の固定編成を蘇生し運用されたが、1200系の導入に伴って1981年6月8日付で、区波55が廃車になった後は、同時期に編成相手を失った区波52と編成された。 も派線には1200型が主力車両となった後も予備車として在籍したが、1987年2300系赤木が導入されたことに伴って、区派52とともに、翌1988年1月8日付で廃車となり、解体処分された。流山電気鉄道も破線軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。